アドルフ・ヒトラー・ヒトラー女性化計画とは、第二次世界大戦中に、アメリカの諜報機関、戦略諜報局が、ドイツの指導者、アドルフ・ヒトラーに、強力な女性ホルモンを投与し、心理状態を不安定にし、声や要望を女性化しようとした計画。OSS は、国家社会主義ドイツ労働者等及び、ドイツの指導者であるヒトラーの影響力を削減する、計画を立て,ていた。 しかし暗殺はヒトラーを殉教者にしてドイツの戦意を高めるとして採用しなかった。OSS の研究開発部長、スタンレー・ローベルはヒトラーを失明させて戦争指導を妨げる計画を立てた。1942年4月末、ヒトラーがオーバーザルツベルクのベルクホーフでムッソリーニと会談するという情報が入った。OSS は 水と反応して緩やかに失明させる機体を発生させる液体を開発し、両者の階段の場に仕込んで失明させようともくろんだ。両者が失明した後に、ローマ教皇から布告を出させ、両国のカトリック教徒に戦争協力をやめさせるという筋書きだった。しかしヒトラーが階段場所をザルツブルクのクレスハイム宮殿に変更したため、計画は失敗した。OSS は、 新たな作戦を立てるために計画を練り直した。そこで注目されたのがヒトラーの性格であった。OSS は精神科などの医者にヒトラーの性格についての分析を依頼した。依頼を受けた一人である内分泌学者、エルマー・バーテルズ博士は次のような分析を行っている。この診断では現在の精神分析では用いられない。 ヒステリー性格などの用語を使っているなど、現在の精神医学に照らし合わせると必ずしも妥当とは言えない。また、女性の性格に対する偏見も多分に見られる。しかし当時の基準では、この診断は妥当なものとされ、ヒトラーの性格が女性に近いと判断された。OSS は当初、ヒトラーの転換発作を増進させる薬剤を投与することを考えたが、 薬学者は、そのような物質は存在しないと回答した。そのため OSS は、女性ホルモンを投与することにより、ヒトラーの性格を、さらに、女性的に傾け、ヒトラーの声をソプラノにし、トレードマークの口ひげを落とす計画を立てた。1942年秋、OSS は、熱でも水でも編成しないという高濃度の、女性ホルモン液を開発し、 ヒトラーの食べる野菜に振りかける計画を立てた。OSS はヒトラーの食事に使われる農園を特定し、そこで働く、ハンナチスの商作人を買収し、任務に当たらせた。2週間後、工作員は商作人が、使命を達成したという報告を受け、OSS 本部に連絡した。本部は計画の成功に沸き立ち、 ヒトラーにブラジャーをプレゼントしたい。では私はマニキュアを、などとふざけあったという。しかし、OSS の記録では、この工作は失敗したとされている。計画を担当した、ロベル研究開発部長は、同時に、毒薬も投与させたのだが、ヒトラーが生き延びた以上、買収された、ドイツ人が薬を捨てたと見られるとしている。しかし、女性化が目的であるなら、 毒薬を投与する必要はないとして、選手作家の小島城は、ロベルの原名を将来の工作に備えて、成功をごまかすための嘘ではないかとしている。ヒトラーが、表面的に女性化したという影響は見られなかった。しかし、ヒトラーの体調が1942年、移行急速に悪化したことについて、小島城は、女性ホルモン投与が関係するのではないかとしている。 ヒトラーの主治医であるテオドール・モレルは、牛の前立腺から抽出した男性ホルモンの一種テストステロンをヒトラーに処方しているが、これは男性ホルモンの投与が活力や勢力の増強になるとモレルが信じていたためである。ありがとうございます。